今回ご紹介する商品は工房で型は車、全体はもちろん金地で下絵を作って、その上に高蒔絵で開けると総金地ですよね。裏も総金地。こんにちは、平安堂の山田です。過去何回かですね、平安堂セレクションという形で、特に年末に輪島塗を買い付けた商品をこう中心にご紹介してきたんですけれど、過去にもですね、何年にもわたって買い付けてる中で一つ私が気に入ってる商品あるので、今回はその商品をご説明しながらですね、漆の魅力とか蒔絵の魅力をお伝えできればと思っております。どうぞお楽しみください。今回ご紹介する商品はもう箱書きも済んでるんですけれど、工房で型は車、工房をよく紹介することが多いんですけれど、お香を入れる器っていうことなんですけれど、どちらかというとキャンパスとして使いやすいということで工房が選ばれることが多いですね。ちょっと開けてみますと、こういう品物です。でですね、先ほど高校がキャンパスに選ばれやすいということをお話ししたんですけれど、それは一つ、こう蒔絵っていうのは本当にこう高くなっていくと、細かい作業をずっとやっていくことによってこう表現される絵なの で、こうギュッと小さいものに超絶技巧をこう詰め込んで楽しむということなので、割とこう小さいキャンパスが好まれると。夏目とかもあるんですけど、夏目になると結構大きいんでね、これぐらいの小さな小箱に技術を詰め込んでお楽しみいただくと、ちょうどね、これショパールの時計してるけど、これもやっぱりこの直径 3,4 センチの小さいキャンパスだから現実的な商品になると。まずこう造形物見てもらっても、例えば同じこの箱を作るにしても、平面のヘリをつけてそこからこう盛り上がってるわけじゃないですか。これがあることによって、こうより立体感が強調されて大事な一手間なんですけれど、やっぱこれもこんなに大きい箱だったらすごい大変になってくると。こういう小さいものだから、ちゃんと職人がやりたいこと全部詰め込めると。箱も角があれば板と板貼るだけでいいんだけれど、板と板貼って削る、でも削ると木だから薄くなっちゃうわけですよね。だから実際はこっちを削るのに合わせてこっちに木を足すんですよ。こっちもこう木を足してこう削ると、それによって最低限のこう強度を担保するという作り方なんですけれど、そういうこともちゃんとできている。開けると総金地ですよね。裏も総金地。前回そう香炉で紹介したと思うんですよね。金地、あれは綺麗に研いでまるで金の板かのように粉末を処理した。これは逆に粒子の粗い金粉を使って粉末の存在感をしっかりと出しながら皆さんにその迫力を伝えようっていう、同じ金地でもやっぱり作る方あるいは作品によってこう表現の仕方を変えていると。小さな粉末だけど伝わってくる迫力っていうのはちゃんとあるんで、こういったところはこれも面白いところですね。確かに金地ってもうちょっとこう研ぐケースが多いんですけれど、この粒子感、これはこの小箱の見どころの一つになってます。同じね、金地って表現される技法であってももう千差万別なんで、やっぱりいろんな工芸品見ていくとそういう面白さが分かってきていいんじゃないかなと思います。全体はもちろん金地で下絵を作って、その上に高蒔絵で型は車っていうのを描いてます。この蒔絵のデザインは、皆さんどれぐらい見たことあるかわからないんですけれど、漆器とか、食器で言えばもちろん陶器、磁器、着物の柄、古典柄として有名な、よく使われてます。我々漆器業界にいると、見慣れたデザインの一つなんですけれど、通年っていう言われるデザインでもあるんですけれど、私は夏のデザインっていうふうに教えられて、これ何かっていうと、昔の牛舎、馬車じゃなくて牛舎ですよね、牛で引いてたその車の車輪が夏になると日差しで乾燥して壊れちゃうと。だから水につけてたんだと。その風景が描かれてるのが型は車というふうに学びました。ですので車輪だけしか映ってないし、必ず水と一緒に描かれています。だこの背景のこの直線的に描かれてるもの、これは背景として直線を描いてるわけじゃなくて、水を表現したデザインで、水に使ってる車輪というふうに描かれてます。技術的にはですね、繊細な蒔絵、それはもうこの小ささも私の手で比べちゃうと、もうこの大きさですから、で螺鈿をきれいに切って貼っているというところが表面の
蒔絵の見どころですね。でやっぱりこう直線で描いてるけど、見てる方はこれを水だって今知った方は多いんじゃないかなと思うんですけれど、水だと思ってくるとそのこう躍動感が伝わってくる。直線で描いてる金の蒔絵なんだけれど、ちゃんと水の流れ波打ってる様子っていうものがこう伝わってきて、なるほどなと腑に落ちてくれるんじゃないかなと思います。ちょっとね、あの参考までに弊社で定番品として販売している小箱っていう商品があるんですけれど、それにちょうど片輪車の商品があるので持ってきました。これもね、何かに使うっていうよりもキャンパスが小箱っていう感覚で作ってるんですけれど、これが今ご紹介した小箱、この小ささ、これが少し前の動画でご紹介した、これもやはり光合で流魔系なんですけれど、それに比べてもこの小ささ、でも小さいからこそできる詰め込んだこの技法、贅沢さ、これがやっぱりこの小箱の魅力ですし、置いてある時の存在感っていう意味ではもちろんこっちの工房の方があるかもしれませんが、凝縮感、そういうのを楽しめる方にはこちらの方が面白いと感じていただけるかもしれないです。でも別にこれどっちがいいとか、どっちが技術的にすごいとか、そういう話ではないんで、やっぱりいろんな工芸品見る機会ってすごい減ってきてると思うんですけれど、うちのお店さんにはこういうの見て帰っていただいても別に全然それは嬉しいですから、よかったらね、こうこれは代官山のお店に出てますんで、こう見てもらったらなと思っています。で代表的な古典絵柄を3つ小箱にしたんですよ。これは黒背景に片輪、これはね間垣に効くって言いましてね、まあ柿ですよ、垣根の柿ね、と菊で間垣に菊っていうデザイン、まあ、これはねさすがに見たことある人多いと思うんですけどね、菊つばのデザイン、基本的に国宝でなってるデザインをこういう風に身近に楽しむっていうことで巻きにしているという感じですね。もちろん手書きだし、螺鈿も使ってるし、もちろんこのクラスの商品の巻き絵とはやっぱりちょっとは違うんだけれど、まあ普通に考えたらちゃんと立派な巻き絵をしていると。ここもちゃんともうさ、鈴鹿銀だね、もう錆びてるじゃない、この味わいだよね。何でもピッカピカがいいわけじゃないと、ここのものだってもう錆び錆びですと、ちゃんと同じようにこれは錆びてきてると、あくまでも経年変化でさ、蒔絵の高さも多分ね測定不能なレベル 0.1 ミリも違わないと思うんだよ。でもやっぱりこっちの方がその分ちょっともう計測できないぐらいのレベルで蒔絵が高いんだけど、高いって高さ、やっぱその 0.1 ミリか 0.01 ミリか知らないけど、その高さの違いがやっぱり伝わってくるんだよね。肉眼ってやっぱりすごい繊細だから、やっぱり実際に見てほしいなと思うところ。今日もご視聴ありがとうございました。平安堂セレクションはですね、かなりの数を動画でご紹介してるんですけれど、銀座6にお店があって、そちらと代官山本店、その2つにこう展示してるので、全てのものが代官山にあるっていうわけではないので、まあ、そこはちょっとご了承いただいて、両方見ていただければ、かなり多くの現代の匠というか素晴らしい蒔絵の作品を見ることができるので、見ていただいて漆を好きになっていただく、それだけで非常に嬉しいですから、買う買わないは抜きにしてね、工芸品を楽しむということで弊社に訪れていただければすごい嬉しいですので、ぜひこの動画を見てですね、店舗に足を運んでいただければ幸いです。また、このような形でいい漆器、素晴らしい蒔絵をご紹介していきたいと思いますのでね、よかったらチャンネル登録、高評価ボタンを押して、また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。